アリーナ先輩、お疲れ様です。ああ、キリト、何をしているんだ？俺は特に何も。なので、対策本部の天幕で新しい魔獣の情報があれば、その対応に向かおうと思っていました。リーナ先輩は？私は今から魔獣の討伐に向かうところだ。どうやらセルルト家の資料地で目撃情報があったようでな。こんな時でも木こりを天職とした資料地民は森に入ってしまう。みな勤勉な民ばかりだからな。なので私が一刻も早く討伐に向かわなくては領民に危害が及んでしまう。そのため急いでいるのだ。なるほど。先輩、俺も一緒に行っていいですか？構わないが、いいのか？はい、俺もちょうど魔獣の情報を得ようとしていたところなので、一緒に討伐に行かせてもらえるとありがたいです。そうか、では同行してくれ。よろしく頼むぞ、キリト。この森でしょうか？なあ、ここで会っているはずだぞ。それにしてもお前は全く変わっていないな。俺が？どうしてですか？一人で行く私を心配して共に来てくれたのだろう。正直に言えばそうですね。正直なところもそのままだ。先輩には嘘をついたところで見透かされてしまいますから。そうだな。だが私を心配するには及ばないぞ。でも先輩は対策本部に来てからずっと働き詰めです。毎日魔獣の情報があればすぐに討伐に向かうし、ほとんど休んでないんじゃないですか？それはお前の方だろ、キリト。私は平気だよ。それにむしろこうして再びお前と共にあれることが何よりも嬉しく、毎日が充実しているんだ。先輩。雨が降ってきたな。先を急ごうか。はい。大丈夫か？はい。もしや風邪でも引いているのでは？まったく、やはり無理をしているのは私ではなくお前だったか。いや、そんなことないですよ。多分寒いからな。おい、本当に大丈夫か？はい、大丈夫です。とはいえ雨に濡れたせいだろうか、頭がぼーっとしてフラフラする。体が熱い。無理はするなよ。きつくなったらいつでも言ってくれ。この声、魔獣か？そのようですね。行きましょう。ああ。
せたようだな。ありがとうキリト、手強い相手だったが迅速に討伐することができた。お前が来てくれたおかげだよ。本当に助かった。いえ、俺は別に。なんだ、頭が痛い。フラフラして。おいキリト、大丈夫か？はい、大丈夫です。顔が赤いぞ。なんだ、リーの先輩の声が遠い。めまいがして、視界が。おいキリト、キリト。ここはどこだ。俺なんで。起きたかキリト。先輩。ここはセルルト家の所有する小さな別荘だ。狩りの際の休憩所や仮眠室として使っている。とはいえ今は狩りの季節ではないので、久しく誰も使っていなかったようだがな。そうですか。そういえばこの森はセルルト家の狩猟地だったな。だから別荘があるのか。キリト、少し失礼するぞ。え、あ、はい。先輩、おでこを合わせるなんて、顔が近すぎる。どうやらまだ熱があるようだ。もう少し休んでいった方がいいな。すみません、迷惑かけちゃって。迷惑などあるものか。システムコール、ジェネレートクライオゼニックエレメント。よし、この布を頭に乗せるぞ。濡れ布巾か。ああ、冷たくて気持ちいいです。陶素を精製して混ぜた水で絞った布だ。これなら少しは熱を下げられるだろう。しかし体を壊すとは。やはり無茶をしていたのはお前の方だったな。学院時代からお前は変わっていないよ。人のために尽くしてもそれを表に出そうとしない。そんなことないですよ。先輩やユージはアリスたち、アンダーワールドの人々と違い、俺の体はリアルワールドにある。俺がこの世界で最悪死んだとしても、リアルワールドで目覚めるだけだ。でもこの世界に生きる人々の死は本物。昔目の前で死にそうになったユージを見た瞬間、怖くてたまらなかった。この世界でも死は確かに訪れる。だからこそ俺にはアンダーワールドの人々を守る責任があるんだ。誰も死なせるわけにはいかない。そのためには。お前が何を抱えているか私に全てを理解することはできないが、これだけは言えるよ。あまり背負い込むな。もうお前は十分に頑張っているよ。先輩。ともかく今は無理をするのは厳禁だ。いいな、ゆっくり休め。ありがとうございます。わかればよろしい。そうだキリト、腹は空いているか？はい、空いています。よし、それでは少し待っていろ。え、はい、わかりました。いい匂いがする。これは。待たせたな、キリト。お粥を作ってくれたんですか？ああ、口に合うかどうかはわからないがな。ありがとうございます。それではいただきます。そのキリト、待ってくれ。どうしたんですか先輩。
もしかしてお粥をフーフーして冷ましてくれている？舌でも火傷すれば大変だからな。はい、ありがとうございます。どうしてだ、先輩が固まっている。もしや。つまり口を開けてほしいのだが。先輩が食べさせてくれるんですか？そうだ、病人自らサジを持つのはつらかろうと思ってな。病人ってサジが持てないほど重症じゃないんだけどな。でもせっかく食べさせようとしてくれているし。お気遣いありがとうございます。それではいただきます。美味しいです。まろやかでリゾットみたいな味。あ、いえ、牛乳とチーズの味が濃厚で塩味が効いています。その料理がどんなものかはわからないが、とにかく良かった。これは母直伝の料理なのだ。さ、もう一口食べられるか？はい。それでは。ごちそうさまでした。美味しかったです。すみません、先輩にこんなことさせるなんて、そば好きとして情けないですよね。情けなくもないし、謝ることもない。お前に無茶はしてほしくないが、久しぶりにお前とこうして二人で過ごせて嬉しい気持ちもあるのだ。だから遠慮などせず、私をもっと頼ってくれ、キリト。ありがとうございます、先輩。まだ外は雨が降っているな。お前の体が元気になるまでもうしばらくここにいることにしよう。はい、それではお言葉に甘えます。そうしてくれ。